それではですね、後半を始めたいと思います。後半はですね、R 使いますんで、後半の方、覚悟してください。それで、まあ、デビッドの残骸が残ってます。とりあえず、やってることは基本的には一緒でして、一緒っていうか、この、今日の1の方のだったんですが、2の方の、もう一個、このね、MODB のこのページの、一番最後のこの、R バイオコンダクターを使った遺伝子発現解析入門ということでやります。まあ、解析の本当入門の部分だけを、お知らせしたいと思うんですけど、実はこれ入門って言ってるんですけど、僕が、何本か論文書いてきたんですけど、これまで。その、論文を書くために、R を使った部分っていうのを紹介する形になってます。別に実は入門ではないんですけど、昔は R は使うのが割と、まあ、原始的だったので、さっき言ってたその、デイビッドでパッドとか言ってるやつの逆のスリムっていうのを使ってた時代のやつです、実は。なので、決してまあ入門では本当はないんですが、まあ、入門を、こっちの方を、やります。で、これクリックすると、やっぱり同じように、さっきと同じように、テキストのページが出ますので、見てください。もちろん、これも、まあ、GitHub というところで上がってて、これもこのままずっと、この GitHub のページがある限り置いときますので、消したりとかしませんので、ずっとこれで後で見て、復習していただくと嬉しいと思います。はい、じゃあやります。まあ、これもなんですが、個々の操作は実はですね、R も、統合テレビがいっぱい、あります。なので、僕がやってたあれが詰まったとか、今はもうすでにインストールされた環境なので、自分のところで再現するとかいうのも、こういうのを見ていただくといいなと、私は Mac なんだけどっていう人でももちろんできますし、まあいろいろ R のちょっと小技みたいなのも、統合テレビは結構あります。で、それぐらいですね、R っていうのは需要があって、みんなが結構使ってます。で、この辺に始めにとかいろいろ書いてるんですけど、これは実はこの、テキストはですね、いろんなところで実は使ってて、今回のデータも実は本当にこのままやるとデータを取れるんですけど、例えば Mac ですね。Mac で Git っていうコマンドを使ってやるとこういうふうに、できます。まあ、あまりこういうのやってる人いないかもしれないですけど、Mac じゃなくて、Linux でももちろん構いませんが、こういうふうにできますっていうので、今回のデータを、もうちょっとこういうふうに、オタクっぽくやりたかったらこういうふうにできます。で、この辺はもうすべて用意し、お膳立てしているので、いきなりパイチャートからいきたいと思います。で、パイチャートなんですが、まずですね、じゃあ、R を起動しましょう。で、R なんですけど、皆さんのデスクトップに、ちょっと僕デスクトップがこっちなんであれなんですけど、R っていうのと、rstudio.exe っていうのがあると思います。R っていう方は、これ R の生のもので、もちろんこれでもいいんですけど、それよりは RStudio っていう方がよくできてるというか、R を呼び出すインターフェースなんですけど、こちらソフトの方が、まあ、R を便利に使う上で便利だし、僕も普段からこっち使ってるので、RStudio っていう方のショートカットをダブルクリックしてください。そうすると、RStudio が起動すると思います。はい。RStudio 起動しない人、大丈夫ですか？いませんか？ダブルクリックして、R スタジオのまずショートカットがないとかしています。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。はい。大丈夫だったら、じゃあ R スタジオこんな感じで出てきましたかね。で、R スタジオね、いいソフトなんですけど、日本語化されてないので、メニューは全部英語ですが、まあ皆さん英語の論文読む人だから、特に問題ないと思います。で、たまにこの R のメッセージが日本語で出てきたりするんですけど、昨日は日本語で出てきたんですけど、今日は英語で出てきて、ちょっと不思議な感じですね。中井さんなんかね、これ英語、日本語でしたよね、確かね。まあ、日本語出てる人もいるかもしれないですが、別に大丈夫です。不良品ってわけじゃないので、たまに、そう、いろいろあると思いますので、まあ、特に気にせずやってください。それで、パイチャートを書くっていうんですけれども、すごいこれ、パイチャートって、まあ、普段、Excel で書かれるんじゃないかと思うんですけど、あれだとすごい簡単だから、それのやり方を、やりたいと思います。で、これなんで、昔やったかというと、
まあ後でこれ説明しましょうか。僕がこれ実はあの昔やったコードそのものなんです。それでパイチャートを書くために必要なあのファイルとかがあるんですけど、皆さん多分ないので、まずそれを取ってくるとかやるんですが、それはですねちょっと面倒なんですけど、エクスプローラーのこのエクスプローラーっていうんだっけ、これ、まあ、最初からやりましょうか。このこんなフォルダーみたいなやつ、これクリックするとこんなんでもできますよね。でこの弘前大のシステムですと、このパブリック P ドライブというものがあって、このパブリックこれですね、これを開いてください。そうするといろんな先生方というかいろんな人の P ドライブというパブリックのデータが見えるんですけど、中井さんですね、 YU 中井さん、これですね、 U 中井、この中井さんのあのところを開いてください。そうするとボーノってあります。でこのボーノをあのデスクトップに、ドラッグしてください。でコピーしてください。みんなでやると多分落ちるかもしれないけど、でもやってみてください。コピーしてみてください。結構でかいです、これ。1ギガ近くあります。それはですね、後のちょっと、NGS のデータ解析で使うからなんですけど、コピーしてください。まずこれが終わるまで皆さんと待ちますんで、一緒にやりましょう。どうですか？コピーできました？ドラッグしたら、コピーがウィーって進むと思うんですけど、P ドライブ分かんなかった、場所分かんないとか言ってくれれば、まあ、僕らより知ってるかな。ちょっとコピーに時間かかるかもしれないですけど、ちょっとデスクトップにコピーしてください。はい、ありがとうございます。できてない人います？大丈夫ですか？じゃあ全員できたということで、じゃあそれで進めます。でR の解析で実はこれまで何回かこれって講習化してるんですけど、一番詰まるのは今からやる部分です。何かというと、今その見ているディレク必要なファイルがどこにあるかというのを R に教えてあげることです。 R はプログラムで起動してるから、特に今いるディレクトリとかそういうふうなものを意識してなくて、そのデータがあるディレクトリ知らないわけです。皆さんは知ってるけど コンピューターは知らない。だからそれを教えてあげる必要があります。でそれを教える作業があります。でセットをワーキングディレクトリーという関数を入れてもいいんですけど、めんどくさいの、めんどくさいというか大変なので、普通この、V でやろうと思うセッションという中のセットワーキングディレクトリーというのがあって、チューズディレクトリーというのがあります。それをやってください。そうするとこういうふうにバババッと出てきて、出てくるんですが、出てきます。でこれで、自分のデスクトップを選んでいただいて、さっきのボーノっていうのをさらに、ダブルクリックしていただいて、で今からやるやつは実はこの AJAX って中に入ってます。だからこの AJAX っていうのを指定してフォルダーを選択っていってください。できました。これができないとちょっとちょっと後で、後っていうかこれから後全部できないので、分かんなかったら言ってください。もう一回やりますよ。これセッション、このセッションですね、セッションのセットワーキングディレクトリーのチューズディレクトリー、その中の今コピーしてきたやつです。デスクトップのボーノの中の、AJAX、これをフォルダーの選択でやります。で皆さんもこのなんか多分似たようなこれが出てきていると思います。なんとかセンターの HAJAX の自分のこの番号の Windows デスクトップの、ボーノの AJAX。多分この部分だけは違うんじゃないかな。まあ、そんな感じでできましたかね。大丈夫ですか？できました？皆さん、皆さんすごい優秀ですね。今日の人たちすごい優秀ですよ。これだけでだいたい10分から15分ぐらいはいつも使うんですけど、じゃあ皆さん優秀ということで進みますね。じゃあこれができればもうあとはね、簡単なんですよ。何が簡単かというと、プログラムはもう用意してあって、これですね。でこれができればですね、これのやつを1行ずつ説明しながら追っていきたいと思います。もちろんこれ R なのでバッチでこれのプログラムをドーンと流し込んで一気に流し込むというバッチっていう方法もできるんですけれども、今日はまあ授業なので一個ずつやっていきたいと思います。でまあこれまでやっててこの関数、プログラム説明がないというお叱りを前回受けたので、ここに書いてあるんですけどやっていきたいと思います。最初にこの PNG って関数はまず自分のその
これから画像出力するんですけど、それの出力を指定します。でこれをじゃあコピーしていただいて、こっちの RStudio の方にペーストしていただいてリターンでしてください。そしたら彼はぶしつけで何も言ってこないんですけれども、何も言ってきませんが、これでいいです。むしろ何かエラー起こった方がおかしいです。あ、何か起きました。で、 できた人は次の行を読んで次のコマンドをどんどん入力していきたいと思います。で、次は、ここの中に用意されている sra-bystudy.txt っていうファイルを読み込むんですけど、これがテキストを読み込む、タブ区切りのテキストを読み込む慣用、よく使う関数です。これですね。dat の dat っていうオブジェクトにこの read.delim2 っていう関数を施しています。これもコピーしてこっちにペーストしてリターン。そうするとデータが読み込まれます。そうするとデータ呼び込んで、その dat っていうオブジェクトに何か入りましたよっていうのがここに出てます。これが今のそのメモリーというか、その R の中の状態をこう RStudio の場合はここにこう表示してくれるので、何かやっても何かが起きててすごい分かるので便利です。いいですか、いいですか、できましたか。今2行目までやったんだけど、でもガンガンいきましょう。で次はカラムにお名前を付けるというのでネームっていうものを使います。ネームズっていう、これですね。でこれをコピーして、やっぱりこっちでペーストして、じゃあそうするとカラムに名前ついたんですけど、特に何も言ってきません。ですが次にどんどんいきます。で次は、列を結合しましょう。これも言われた通りやってみるか、とりあえず。それで、次ですね。次は0じゃない値があるので、それは除きましょうということで、これ dat2 っていうのを入れるんですけれども、これを、コピー1行ずつですね、コピーしてペーストしてっていう。でシャープから始まるのはこれ全部コメントっていうことなんで、行にカウントしてません。でここにプログラム書いてますけど、このシャープから始まるのは無視して、そのシャープじゃない、シャープから始まらない行だけをこうコピーしてってます。はい、でできました。でここまでできたら最後にパイチャートを書くっていう、これ一番のところで、パイっていうこの関数で書きます。これね、ちょっとね、長くてね、これちょっとこっちに続いてるので、ちょっと長いです。最後のこのカッコまでちゃんと、入れてからコピーしていただいて、こっちでペーストしてください。ここでちょっと皆さん、ちょっと小指で失敗するかもしれません。そうすると特に何も出ません。何も出ないんですけど、出ませんが、最後のこのおまじない、dev.off ってやつですね。これ結構大事なんですね。これやらないと終わりだって彼は認識しないので、これで終わりだよ。はい、こうやります。そうするとですね、Windows の方に戻ります。これで開くと、さっきの Ajax ってディレクトリを、ディレクトリか、フォルダを開きます。これはですね、ちょっともう一回最初からやると、デスクトップの中にボーノってあるから、これダブルクリックして Ajax に開いて、そうすると、今実は指定した py1.png っていうのがあったと思います。それが、できてて、今の日付でできてます。できてて、5キロバイトあります。じゃあこれなんだろう、ダブルクリックしてみましょう。そうすると、こんなふうに出てきました、皆さん。これできてるかできてないか一発で分かるんですよ、これで。できてますね、皆さん。さすがですね。素晴らしい。これがパイチャートなんです。で、これは、今書いたパイチャートで、実は元々のデータはこのプログラムの中で、指定してた、この部分ですね、 sra-bystudy.txt っていう、それが元になってこのパイチャートを書ける。でじゃあその sra-by なんとかって何だったかっていうと、こういうデータです。こんなんでした。これちょっと、改行がおかしくなってますが、こんな感じに、ちょっとあれだな、これ、ね、ブラウザで開けば、ね、
これね、開業問題っていうのがあってですね、実はこれ開業問題起きてるんです。こんなんです。こんなデータだったんです。つまりゲノムは2万ちょい、トランスクリプトムというのはこれぐらい。でこれずタブで区切られてるんですけど、そういうデータが元々にあって、これのパイチャートを書くよっていうのができたのがさっきだった。で、これは、実は、先ほど来から言ってるそのシーケンスリードアーカイブ SRA の中 の, あのデータ の, あの、内訳です。ゲノムのものがどれぐらいあって、トランスクリプトのどれぐらいあってっていうのをこう数字で書いてたんですけど、それだけじゃ分かりにくいからパイチャートで書こうと。でそういうのも、もちろん Excel の操作で GUI で書けるかもしれませんけれども、こういう、R で書いたっぽいとか実際 R で書いてるんですけど、こういうふうなので、書けると。まあ、そういうあの、ツールで、実はこれで僕、12年ぐらい前に、論文出したんですけど、その時に発現が高い遺伝子、ある各組織で発現が高い遺伝子の特徴を見るのにこれを使いました。で当時はエンリッチメント解析とかないので、これを使って発現がある一定以上高かった遺伝子のジーンオントロジーのゴースリムですね、さっきから言ってるゴースリム の, エンザイムであるかとか、トランスクリプションファクターであるかとか、そういうのをやったもので、どういうふうに多いかというのを、見ました。まあちょっと今も時間ないのでその論文出しませんけど、そういうふうなので20種類ぐらいの組織を見るっていうようなことをやってて、それを研究してたからさっき の, レフェックスみたいなのを やる研究につながってったんですけど、まあ、こういうふうなツール、本当その時に使ったコードそのままです。これだからちょっと今だったらもっと簡単に描けるはずなんですけれども、こういうコードでこういう絵をたくさん描く。で1個だったらね、もちろんExcelで描きゃいいんだけど、20種類の組織一気に描くっていうのをやったんですね。そうするとこんなん1回ずつ1回ずつExcelでやってらんないので、今みたいなのを全部コンピュータースクリプト化しといて、バッチで一気にこういう図を 20個の組織ごとに全部一気に描くって、そういうようなことをやるのが、R だと簡単にできると。もちろんけど最後に 見ないといけないのは人間で、人間が利息になるんですけど最後は。でもそれ作るのはそうやってすぐできるというふうになるのが、この、例でした。はい。じゃあどんどんいきましょう。これが実習の1個目でした。はい。こんなんで作れますよ。で、いろいろデータを変えてやるっていうのはできますので、それは発展課題としてここにありますから、この別のファイルにしてやってみるみたいなのも発展開発してやってください。で、今言った論文は実はこれです。もうクリックして出せるか。クリックして出せるらしいんで。すみません。この時のやつが出るそうです。あ、これだ。これですね。同じでしょ。これか。これですね。これで書いて。こういうふうに書いて。同じです。こうやってタイルしたのは自分ですけど、こういうふうな。やってありました。はい、はい、戻ります。すいません、手際悪くてすいません。はい、じゃあこんな風にパイチャートって書けるんで、ぜひ使ってみてくださいっていうですね。で、階層的クラスタリングなんだけど、これも昔から結構統計手法としてよくやられるもので、そのデータの分類をするのに、デンドログラムと呼ばれる木で、そのデータの間のなんか関係性とか近さをこう、計算してやるっていう手法なんですけれども、これもいろいろやり方はあるんですけれども、一番原理が分かりやすいようにすごく簡単な例でちょっと用意しました。それはこの、マトリックス・ドット・テキストっていうのに、出てて、これもちょっとあれだな、表示が乱れるのでウェブブラウザーで 見ればいいかな。こういうものすごく簡単な例で、これはさっきはタブ区切りのテキストだったけど、今度はスペース区切り、スペースで区切られた X っていうところは、 X って遺伝子は0132っていうふうな属性を持ってて、それぞれごとに ABCD っていう、こうサンプルというか種類ごとにある。で Y もそう、 Z もそう。そうなった時のこれの、これの関連性を、これものすごく簡単な例ですけれども、階層的クラスタリングしてみましょうという例です。で主にやるのはこっちのサンプル側ですけど、そういうのをやってみようというのが次の例です。もちろんこれサンプルを変えればもっと実際のものになりますので、やってみればいいと思うんですけど、これもじゃあみんなで一個ずつやってみましょう。これも一行一行餅つき運転でやりましょう。まずこれも一緒ですね、hplast.png っていう
PNG をまず、あ、さっきの続きで大丈夫です。やってください。こうやって。で、これで、はい、やってください。それで、次は、データを読み込むんだけど、さっきはリードデリムみたいなんで、タブクギーのデータを読み込んだんですけど、今度はスペースクギーのデータを読み込もうということで、こんな風にやります。で、それを D っていうオブジェクトに突っ込むと。そうすると、見ての通り D っていうのが、新たにできる。できます。それで次に UPGM 法で階層ディクラスタリングを実行しますよっていうコマンドをやります。で、R の場合は階層ディクラスタリングを H クラストっていうこの、関数でやって、そのメソッドにアベレージって指定すると UPGMA になります。まあ、UPGMA は、そういう普通に距離平均法かなっていう方法で、まあ、よく使われる、まあ、系統樹の書く、系統樹で書くのにも使われる、まあ、系統樹で書くだけじゃなくて、この階層的クラスタリングという方法で使われて、デンドログラムを書くために使われる方法です。で、これでやってみてください。あ、なんかおかしいって言い出しましたね。なんていうか、正方形ですよ、ありません。あ、そうですか。これ警告ですね。ありがとうございます。これは警告なんでいいそうです。なんかお前のおかしいぞって言われたんですけど、まあまあいいです。で、プロットしましょう、プロット。これも。プロットすると、どっかにプロットされてるんですけど、まだ答えが出ないので、最後にこの DevOff っていうのをやります。これやらないと画像できませんので、こうやって PNG とか設定したときは必ずこれをやってください。そうすると、ヌルデバイスで出ますけど、気にしないでいいです。そうするともう一個画像が新しくできてて、この H クラスと PNG、これダブルクリックすると、まあ、こんな風に出ます。で、今ちょっと僕間違ってて、サンプルって言っちゃったけど、そうじゃなくて、これサンプル側じゃなくて、XYZ ですね。すいません。これ遺伝子側ですね。遺伝子側の、X と YZ の縦方向ですね。縦方向の、データの、この関係。これは、もう一番簡単な例で、3つにしちゃったからなんですけれども、X と Y が一番近くて、Z はその外にあるっていうふうな関係が、まあ、こんなふうに図ができるわけです。で、これをもっとデータポイント増やせば、そういうふうな実際のデータになるので、そういうデータは後でやります。こういうふうなのが一番基本になっていると。で、この基本をさらに膨らまして、後で、NGS のデータのから出てきたやつの、階層ディクラスタリングの方をやってみますので、まあ、まあ、この階層ディクラスタリングっていうのはみんな好きなんですけど、あんまり、最近、大きいデータではやらなくなりました。昔はね、全部の遺伝子でやるっていう基地外的なことをよくやってたんですけど、最近はあんまりやらなくて、まあ、限られたデータだけでっていうふうなのが、まあ、一般的になってます。で、全部のデータでやる手法っていうのは、今からやる主成分分析っていうのでよくやります。ですので、こっちの方を覚えてもらった方がいいと思うので、こっちは軽くしました。はい、じゃあ次やります。主成分分析やりましょう。なんだけど、主成分分析をやる前にですね、実はその主成分分析やるためのデータを今日は皆さん、よくできそうなので自分で作ってみようということを実は今回計画してます。それがですね、このアフメトリックスデータ正規化というものです。で、これはアフメトリックスのさっき僕ダウンロードゲオからできるよって言ってカスタムでこれ選んでもいいよみたいな話したと思うんだけど、それなんですね。で、そこで落としてきたセルっていうファイルがたくさんできるんだけど、そのセルをまず正規化ですね。1個ずつのファイルっていうのは生データなんで、そのままでは使えないから、それらを複数のセルファイルっていうのを正規化して、それの中で正規化することで他の実験が比べれるようにする、そういうことをします。それをやるのを、まあ、正規化もしくはノーマライゼーションっていうんですけど、ノーマライズするのに一番使われている RMA っていう正規化方法がアフメルクスにあるんですけど、それをみんなでやってみようということです。はい、ちょっとお膳だ説明が長くなったんですけど、まあ、うん、重いんですね、それ。やるときに、データのサンプルの数を増やせば増やすほど重くなっちゃって、パソコンが、メモリが少ないとですね、固まったみたいなことをよく聞くんですけど、そういう場合はメモリ買ってくださいってよく言います。ね、メモリー買わないと研究はできないと思ってください。で、じゃあ実習3をやりましょう。バイオコンダクターを利用しましょうと。R を起動して、以下のコマンドで、
ていうふうになってるんですけれども、これちょっとあのここではちょっと事情があってすでにインストールされてます。ですのでこのバイオシーライトっていう方は実行しなくて大丈夫です。だこれは何にもない時に、自分家でとか新しいパソコンでやるときはこれをやらないといけません。またあのしばらく今日はこれで実行するけど、あと1ヶ月ぐらい経って実行するときとかにはこれは必ず実行してください。そうした方があの新しいバージョンがどんどん出てくるので動かなくなるっていう理由、ほとんどの場合はバージョンがアップデートされてないっていうことが多いので、これは必ずおまじないのようにあの唱えるあのバイオコンダクター使うときの呪文です。ですけど今回はいいです。あの入ってるんで、だからいきなりここから下の方からいきます。でなんだけど、このさらに今回はあの中井先生が用意してくれてて、あのアフィっていうライブラリーもすでに用意されているので、このバイオシーライトっていうこのコマンドは、省略します。省略しても動きます。ですがあのバイオコンダクター使いますよっていうこのソースカッコ閉じるバイオコンダクター .org みたいな、これはバイオシーライト R っていうのをソースするよっていうのは、これは実行してください。まあでも一緒にやっていくのでちょっと見といてね、一緒に見といてか一緒にやりましょう。で最初は言ってる通りこのバイオシーライトを、コピーしてこれをやります。これは本当バイオコンダクター使う時のおまじない、おまじない、はい。でバイオコンダクターのバージョン 3.1 使いますよ。で次にあのもうこのバイオシーライトアフィは使わないで、ライブラリーアフィっていうのを言ってください。これアフィっていうライブラリーを使うんですけど、まあ、アフィメトリックス関係のマイクロアレイ使うときに使えるこう便利なライブラリーです。そうするとこんな風に出てきて、アフィっていうライブラリーがロードされました。はい、ここまでいいですか。で次はこれを実行すればできるんですが、今いるディレクトリーにあのこの今のワーキングディレクトリーにセルファイルがある必要があります。なのでこれまたセットワーキングディレクトリーちょっとやり直さないといけないですね。ちょっとでこの時点でちょっとセッション変えて、セットワーキングディレクトリーでチューズディレクトリーやってください。でそれでどこにやるかっていうと、先ほど来やっているデスクトップボーので今度は AJAX じゃなくてこっちやってください。あの GSE17264 これをセットしてフォルダーの選択で、そうすると右側に出てきましたね。これはその今からノーマライズするセルファイルってやつです。全部で12個あります。この12個の実験を、ノーマライズするんですけど、1個ごとにマイクロアレイのデータはこれなんですが、1個、ローファイルだいたい5メガ数メガのオーダーです。それが、12個だからまあ60メガぐらいなんですけれども、これを正規化します。正規化するのは実はその次の JustRMA というそのコマンドだけです。それでもう正規化されちゃいます。で正規化されて RMA.text っていうファイルに、正規化した結果を書くよっていうのがそれです。でこの計算が結構実は重いんですね。でもこの今使ってわれているコンピューターとかだったらすぐできるので、特に問題なくできると思いますが、やりましょう。これですね、light.exprs justrma でファイルがこれをコピーしてこれでペーストして、そうするとちょっとかかりますけど、しばらくしたらできあの節付けにあのプロンプトを書いてます。こういう時にね、あのタスクマネージャーとかで動いてる具合を見るといいんですけど、まあそういうのでちょっと待ってと、あ、もう終わりました、僕。で、終わったら、これができたかどうか、ファイルサイズが0だったら悲しいので、よくやるのは、こっちの、まあ普通に、Windows の方で、さっきのディレクトリーをちょっと見に行ってですね、こっちですね、ロー、なんとかローの、見て、rma.txt できてますね。で、大体5メガぐらい。で、これダブルクリックしてもいいんですけど、しない方がいいと思います。するとでかいファイルが開くことになるので、どうしても開きたい人はやっても、多分このコンピューターのスペックだったら大丈夫です。ですけど、スペックが低いパソコンだと、この5メガのテキストファイルを開くっていうのは相当大変なことなので、できればやめた方がいいと思います。ファイルサイズを見てください。この RMA テキストが5メガぐらいのができてたら、大成功です。できました。はい、ありがとうございます。
もし、はい、じゃあできてるらしいので、じゃあちょっと進もうかなと思います。じゃあ PCA やりましょうか。これがその RMA の正規化というので、これが皆さんできたから、ここのフォルダーに自分の欲しいやつを全部、あのセルファイルを、だけを集めといて、でこれをやることでどんどんあの正規化して、そのデータで遊ぶってことができます。これも全部ゲオから落としてくればいいね。自分に興味のあるデータを探してきて、それのセルファイルを落としてきてってやればいいです。ただ、ちょっとゲオで注意してほしいのは、全部が全部あのアフメントリックスのアレじゃないので、アフメントリックスのアレじゃないやつはセルファイルありませんし、あと問題なのは、その違う、マイクロアレのプラットフォームのものは正規化できません。同じものじゃないとダメです。同じ種類のものじゃないとできませんので。それだけですね。はい。じゃあ次行きましょうかね。それで、次やるよ。で、これ、あ、そうだ、これに関する小話をしないといけないな。これ小話があるんですけど、実はこのデータは僕らが出したやつです。はい、僕らのグループが出したこれ、アフメントリクスのデータです。で、この発展課題にあるのを含めて論文にしたんですけど、発展課題にあるのはこれの僕らがやったマイクロアレイと同じやつでその iPS 細胞を作って、これ実は豚なんですけど、豚のアレなんですけど、アフメテクスのアレなんですけど、たまたま豚の iPS 細胞を作りましたっていうのが同じこのプラットフォームであったので、それと同じその豚の iPS 細胞っていうのを混ぜてこれの RMA して解析しました。そしたら僕らも実はその脱分化させた脂肪細胞っていうのを研究してて、脱分化した脂肪細胞は普通 の成熟脂肪細胞より iPS 細胞に近いよっていうのを論文にしたんですけど、そういうのがまあこれで言えたんですね。これで RMA で正規化して、後でやる PCA もやって、まあ、近くに出るっていうのが分かるんですけれども、まあ、そういうようなことを、あと、まあ、回想でクラスタリングとかして論文に出しました。これも、もう4年ぐらい前ですか、BBRC というのに出しましたけど、そういうのが、まあ、これに入ってて、まあ、結果だけ見せると、あ、見えないのか。これ、すいません。BBRC ってあれですね。オープンアクセスじゃないんで見せられませんね。あ、ここは、弘前台だから見えるのかもしれないけど、まあ、ちょっと時間もないし、やめときます。後で見てください。そういうのをやってあります。で、小話はそれまでにしておいて、次はその自然分分析 PCA プライマリーコンポーネントアナリスやりましょうか。で、実習の4です。で、今やったその RMA.txt っていうファイルを使います。で、それを使って、自然分分析をやってみたいと思います。自然分分析っていうのはすごい次元が高い、次元数が多い、まあ、遺伝子よくあるのは遺伝子の次元だけあるのを次元を落として、そのサンプルのそのデータの特徴をつかんで似たやつは近いところに来るようにっていうふうに置くんですけど、人間ってまあ2次元か3次元ぐらいしか把握できないので、まあ大体第一種成分っていうのと第二種成分っていう2つのベクトル、2つの値でできる限りこれが表現されるように情報を押し込めて、その2次元で判断する。もちろん3次元、第3主成分を入れて 3次元まで入れて主成分分析のデータをやってこうグリグリ回してやるっていうのももちろんできるんですけれども、多くの場合解釈しやすいデータの場合は第1主成分と第2主成分で大体ものが言えることが多いというのが経験的に分かってます。で、そういうふうなのを、まあ、やってサンプルをこう分類するというのに使いますのに一番今は、使われている手法です。これは NGS になってもあんまり変わってなくて、そういう成分分析っていうのは NGS とか、実を言うとNGS にとどまらずいろんなこうデータがたくさん出るものの解析手法で、比較的早くて解析できる方法としてすごく一般的なんで、どの分野に行っても多分今後統計解析で使うと思うので、これを知っておくと食いっぱぐれないんじゃないかなと思います。それがしかもタダで実行、それは素晴らしいですね。じゃあやりましょう。前置きなくなりました。じゃあやります。で、ここに書いてある通りです、本当に。今までの通り続けて、やっていただいて結構です。ただちょっとディレクトリが、あ、いいか、ここでいいか。今のままでいいです。で、やります。で、まずはデータ読み込みます。これですね。で、これも多国義になっているので、これですね、リードテーブルで、セパレーターがタブでっていうふうな、ね、読み込み方をします。はい、こんな感じで。
はい、読み込んだらここに出てきたと思います。データ。ものすごい数、2万4000あって12個のサンプルがあるから、それぐらいなんですけどね。はい、遺伝子の数かけるあのサンプルってことですね。で、で、成分分析実行します。で、成分分析を実行する関数ぐらい覚えておいてもいいと思うんで、この PR コンプってやつですね。まあ、それです。で、data.pca っていうのに、その結果をぶち込むと。はい。これも一行ずつ一行ずつやってください。で、次は名前を受けます。これも、まあ、そういうもんだと思ってやってみてください。そうすると、こんなふうに名前がつきます。で、標準偏差の方をまずはプロットする。さっきと違うのは実はデータファイルを指定しませんでした。で、なんで指定しなかったかっていうと、これはこういうふうにプロットすると、ここに出ます。それがこの R スタジオの2点で、普通だったらああやって、ファイル名を指定しないと、データの、なんだっけ、がファイルにとどまらず、落ちなくて、見るの大変なんですけど、R スタジオの場合はこうやって、自分の中で見えるのですごい簡単で、こんな風に、まあ、スタンダードデビエーションのプロットがあるんですけど、まあ、これはまあとりあえずいいです。でそれよりも次を続けてやりましょう。でまずは行列をこれ転置します。 t っていう関数は転置をするっていう行列なんです。関数なんですけど、まあ、それでデータを転置してやります。してでこれがメインの結果です。プロットで PCA をプロットしますと。でやるとこんな感じで出てきました。これはさっきやったその12個のサンプルが、どういうふうに、プロットできるかっていうのをこうやったやつで、これ12個のサンプルって実は3回の繰り返し実験が 4種類あるサンプルだったんですけど、うん、でそれがこれだけじゃよくわからないので、それをわかるようにラベルというか色をつけよう、ラベルと色をつけようということでこのようにやります。これちょっと長いので、括弧もちゃんとコピーしてほしいんですけれども、やっていただくとこんな風に、色が出ます。で、まあ、繰り返し実験がうまくいっている証拠に、まあ、3回の実験はほとんど同じところにプロットされて色も違うように出るとっていう風に、まあ 出ると思います。で3回の実験でもこの青と黒の実験はすごい近かったんだなっていうのはこういう風に、まあ、分かるんですけど、まあ、実際そうなんですけど、まあ、そこはの説明は今日はちょっと避けておいて、こんな感じのこう短いコードで、これが主成分分析で、これ第一主成分、第二主成分というふうになってて、そういうふうなものがこうプロット、二次元にプロットできると。そういうのが、まあ、味わっていただけたと思います。できました？できない？多分、もしできないとすると、最後のやつの括弧の数がちょっと合ってないとか、そういう感じかと思います。はい。まあ、多分、返事ないってことができたんでしょう。で、なんかこれ見てて、なんかこのドットセルとかがあって、ID だけ出ればいいなとか思った人は、なんかこの、値をですね、消す方法がまあ、いろいろこうデータ、ロードする前のデータをいじくることで、この辺が解決できるんですけれども、まあ、そういうのを見ていただくと、やり方が、実はこれ書いてるのは、パールのスクリプトを、1個かますことでそういうのができるよってことを書いてるんですけれども、まあ、そういうのができます。まあそれはいいです。それはまあ僕のブログなんで、まあ後でまあ時間ある時に見ていただけるとありがたいなっていう程度なんで大丈夫です。でですね、ここまでで実はほとんどウォーミングアップというか終わりで、ここからが実は今日の面白い点というか、実は本邦初公開の、初公開ってわけではないけど、まあ、初公開かな。この10周でやるのは僕は初めてでなんですけど、このカフリンクスっていうものの結果をやりましょうってことです。で、ちょっとこれも流れを言わないといきなり言われてもよくわからないと思うので、流れをちょっと説明したいんですけれども、スライドシェア、リブシェア。フィグシェア、ボーの NGS とかでやると、僕のこの NGS 解析の、スライドが出てくるんですけど、それでちょっと説明します。で、先ほど来、清水さんが、説明してくれたのは、NGS で一番使われている方の、エクソーム解析とか、普通の変異解析だったんですけれども、先ほど来、葵とかの利用であるように、
RNA-seq っていうNGS を遺伝子発現解析に使おうっていうのが割と今進められてます。これ全部ダウンロードしないと。すみません。まあこれ説明だけなんで、まあ皆さんも、まあ、ダウンロードしていただいてもいいんですけど、まあこういう僕がどっかで話したやつのこれやつが公開されてるんで、それを見ていただければいいんで、ちょっとなんかダウンロード時間かかってるんで、ちょっとみんなでやると遅くなると思うんで、ここでちょっと見といて、ちょっと出しますんで。ここは、ちょっと待ってね。出ないかな。あれだよ、こっちか。で、まあ、この辺はまあ、まあ、RNA-seq ってまあそういう RNA の配列を読んで、それの読まれた回数でやろうという話なんですけれども、まあ、この辺も先ほど来出てる話ですけど、でマイクロアレイだったら普通に今やったみたいにセルファイルが出てきて、それをノーマライズしてどんな遺伝子だったかアノテーションしてっていうので、まあ簡単な流れで済むんですが、NGS 解析はちょっとややこしくて、各転写単位、まあ、遺伝子ごと の発現量を得るまでに割といろいろごちゃごちゃする必要があると。なんでかっていうと、出てくるのは配列断片で、それをゲノムにマップして、ゲノムにマップするのによく使うのがそのトップハットってプログラムで、中から膨大っていうのが呼ばれてて、そのトップハットっていうのの結果をさらにカフリンクスってプログラムで解釈計算して、こういうのを得ると。でそれで計算した結果を最終的にはこの R の、パッケージであるカマーバンドっていうのを使って、そのカマーバンドでそのデータをまあいろいろ、まあ、見たりするというのは、まあまあ、マイクロアレイと一緒なんですけど、そういうのが、まあ、この部分が、まあ、そういう流れになっています。この部分の計算がものすごく大変で、僕も今回のこのやつ用に今計算してたんですけど、終わらなくて、ちょっと清水先生からお借りしたデータを皆さんに、まあ、パブリックのデータを、まあ、計算した結果なんですけれども、そのデータで、今回は実習しようと思ってやってるんですけど、そのデータも5種類だったかな、5、6種類 のサンプルでなってるんですけど、それだけでそのここに このカフリンクスから出てきた出力がですね、800メガぐらいあります。800メガってさっきのね、マイクロアレイのセルファイルって1個5メガだって言いましたね。めちゃでかいんですよ。で、この FASTQ の一番最初の、データがですね、ほぼ1サンプルやるのに、だいたい数ギガから数十ギガ、まあ 5ギガとか10ギガとかそれぐらいなんですね。ちょっと単位が1個上になっちゃってますね。つまり、1000倍でかいと。そういうぐらいの、まあデータ量のもので解析していってもそれぐらいでかいと。そういう状況なんで、ちょっと解析、こういう講習会でやるのは大変なんですけど、だいぶコンピューターのスペックが追いついてきたので、そういうのができるという状況になってます。で、今お渡ししたファイルの中に含まれた CAFDIF っていうのは、この CAFLINKS のプログラムの一つで、その発現量の差を、まあ、計算してくれるプログラムで、それの結果を、まあ、使ってみんなで、まあ、いろいろやってみようというので、本当はこの部分を自分で本当はやらないといけないんですけど、それのやった結果がすでに、皆さんの中に入ってます。それがお配りしたファイルの中の、ボーノの中のこの CAFDIF ってやつが実はそうです。これがそうです。ザー、まあでかいですね、この辺見てくると。で、ちょっと時間がありそうなので、せっかくなので、せっかくなので、本当はこれ実は時間がないことを想定してキャッシュファイルを入れたまま入ってるんですけど、計算を一からやろうと思います、皆さんと。
一からやるって言ってもさっきのこのこれの最初からやるんじゃなくて、このカフリンクスから出てきた結果をまずはカフディフがてかこのカマーバンカフディフっていうのの結果をこのカマーバンドっていう R のプログラムを読むんですけど、その時に自分でキャッシュをまあ作らないといけない最初はね。でも一回作っちゃうとそれを使って解析は二度以降は簡単になるっていうふうになってて、実はそれを計算した結果を含めて皆さんにコピーしてもらったんですね。ですけどちょっと今時間ありそうなんで、みんなでそれをちょっとやろうと思ってて思うので、ちょっとこのファイルを消してくださいというのにみんなで、まずちょっと、すいません準備が悪いんですけど、この一番でかいやつです。ファイルサイズサイズでこう想像したときにちょっと飛び抜けてでかいやつが1個ありますよね。でこれ消してください。消した方が面白いんで、これ消してください。ちょっと 1.7 ギガぐらいありますけど、これ消してください。消してからみんなでやりたいと思います。で なんでかこれあるとあってもいいんですよ。あるとすごい起動が早いんですけれども、結局みんなでできそうなんで消したいと思います。まあこれ別に実はやらなくてもいいんですけど、消した方が計算する結果が見えるんで面白いと思います。あ、そうですか。じゃあいいです。あ、そうでしたか。あると思ってました。まあいいや、じゃあカマーバンドやりましょう。でこれは実はそんなに、もうパッケージが化されているので、これも実はすごい簡単です。でなんか僕さっき NGS の解析資料とか言ってこれ出してたやつは実はここからリンクしていることに今気づきました。僕がもうすでに用意してたやつ、すいません。あ、こっちか、使用例。あ、違う、あ、リンクしてないか。あ、してるわ。これです、これです。これをクリックするとさっき の僕が見せてたRNA 解析がこれ見えます。だからここを後で見ていただければどういう風になっているかというのはちょっと分かると思います。すいません、ちょっと準備が悪くて申し訳ないです。じゃあ前置き長くなりました、やりましょう。でこれも1行ずつやりますが、このバイオシーライトはこれの部分は先ほど来これ中井先生が用意してくれたので、これはスキップしていただいて、スキップしてください。やってもいいんですけど時間かかるだけなので、このソースっていうのをまたこれバイオコンダクター使う時の呪文です。ソースします。それでバイオシーライト飛ばします。それでこのカマーバンドを呼び出します。それでですね、次をやるときにこれもやっぱりカフディフのディレクトリを教えてやらないといけないんですけれども、これも教えてやります。で教えてやる必要があります。それはやっぱりこれ何回もやるんですけど、このセットのワーキングディレクトリのチューズディレクトリってやってください。でカフディフっていうのがあるところを教えてやらないといけないんですが、このカフディフっていうのが見えている、もう一個上かな、こうか。カフディフっていうのがこれフォルダーとしてあるんですけど、これを設定してるんじゃなくて、これの親ディレクトリっていう今いるところでいいんで、この状態でフォルダーを選択してください。そうするとなんたらなんたらデスクトップボーノっていうところになると思います。ここまでいいですか。そしたらもうこれほぼ終わりなんですけれども、そうすると次にはこのこれですね、カフ .dir っていうのを、これもコピーして、これでカフディフっていうディレクトリを設定し教えてあげます、コンピューターに。そうするとカフディフってあるねって言ってます。あ、7つか。でそれで最後リードカフリンクスってやります。これが長いんでこれをやってちょっとしばらく説明ができる。でこれはですね、先ほど来言ってたそのカフデータ.db っていうところにまずデータベース、このカフディフを使うのにあたって使うべきデータベースを作ります。それがだいたい 1.7 ギガぐらいあるんですごい時間かかります。これはですね、そのカフディフっていうので計算した結果を読み込んで、この R で使うためのキャッシュのデータベースを作ってます。で最初はこれすごい時間かかるので、多くの場合これをこういうのを仕掛けてからお茶飲みに行ったりとかします。はい、まあ、これはまあちょっと待ってていろいろ説明しますけど、もしうまくいかないとか何か質問があったら今してくれるとありがたいんですけど、まあちょっとかかりますんで、まあ、これができるとその NGS の差分の結果を使ってですね、いろいろ遊べるので楽しみにしてる。
で先ほど来言ってるように、まあ、この部分をやってます今本当最後の部分です。でこの計算を全部やった後のこの部分ですね、本当 NGS のデータ RNSEC のデータ解析というところの本当一番最後の解釈の部分です。でもこれ結構大事で、まあ、ここを出すまでも大変なんですけれども、ここからどういうデータだったかという解釈するのも一番大事です。覚えてます？こういう赤い文字がザーッと出てると。ありがとうございます。結構かかるんで、別に皆さんが悪いわけじゃないので。ちょっとディレクトリの設定が難しくて失敗してるかもしれません。赤い文字がずっと続かないようだったらちょっと手を挙げてください。見に行きますんで、皆さんがすごいちゃんとここまで進んできたおかげですごく速いペースで進めて、ありがとうございます。なんかもっと詰まるかなと思ったんですけど、かなり早めになっちゃって非常に皆さん優秀です。これが一番時間かかると思いますんで、はっきり言って、はい、出てきた結果を、可視化したりとかそういうふうなコマンドがいくつかあって、それを叩いて今日の講習はだいたい終わりになるんですけれども、今までのところでちょっとデイビッドとか早口になってすいませんでしたけど、こんな感じで使ってくれるといいなと。でこれ言ったけ今日やったやつを置き換えて自分の欲しいデータとかでやってみて、なんか面白いの見つかるといいなというふうに思ってるんですけどね、自分のやつでなんかいろいろ検索してみるといいと思います。コンピューターは今これ計算してますけど、基本的にはこれぐらいの計算だったら裏で何してても全然問題ないので、はい、問題になるのはですね、この前の計算とかを自分のパソコンでやっちゃうといろいろ問題になるかなと。こういうのをやってるときに何か別の今みたいなことやるとちょっとお互い遅くなっちゃうかなと。メモリーの制限とかもありますし、 CPU 自体が取り合いしてとかあるので、その辺はけどうまくやるのが OS、 コンピューターの OS なんですけれども、その辺うまくやるといいかなと。今やってるのは実は NG 解析でも最後の一番軽い部分なんで、軽いって言ってもこれぐらいかかるというふうに体験してくれるといいなと思ってます。で今回実はそのバイオシーライトの部分、要するにインストールの部分なんだけど全然やらなかったんですが、このバイオシーライトの部分っていうのも、今日はやらなかったんですけど、普段自分で使うときは必ずやるようにしてください。なんでかっていうと、ものすごく頻繁にこれ更新されてるんですね、あるって。なのでどんどんその新しい機能も出ますし、今の自分の思ってるのと出ないバージョンが違うっていうのが出てくるので、常に新しい最新のバージョンで使うようにしてください。 R も本当この8月の、お盆の頃にアップされてですね、中井先生とやり取りしてて、それが出てからこっちアップしてくださいっていうふうにだいぶ無理な質問お願いをした経緯がありまして、結構頻繁に変わります。2、3ヶ月に1遍は上がってますんで、それに合わせて R が上がるに合わせてバイオコンダクターっていうのも上がってて、それを最新版にするためのコマンドがそのバイオシーライトっていうやつのその実行コマンドなんで、ライブラリーをただ呼び出すだけじゃなくて、やらないと、それでだいたい不具合が半分以上ぐらいそれの不具合になってますので、ぜひというか、普段はバイオシーライトの必ず実行する。それも結構いろんなパッケージをですねダウンロードするから割と時間かかるんですね。特にこのカマーバンドの
ていうもののこの実行はものすごく依存するライブラリが多いので、たくさんのライブラリをインストールします。なので一番初回の実行は非常に時間がかかりますので、びっくりすると思いますが、でもそれでも非常に便利なツールなんで、今からやるから分かると思うんですけど、そういうのをうまく使ってやってくれるといいなというふうに思います。すいません、間が持ちませんね。説明しろって、何しようかな。でスライドシェアっていうか、これフィグシェアっていうところに上がってるので、誰でも見えるんですけど、どうしようかな。じゃあで今日言ってたそのマイクロアレイの解析は普通に使うんだったら NGS よりはマイクロアレイの方がいいよって言ってるんですけど、なんでかっていうと、それはやっぱり解析の手法とかが、こういうふうな本が あって、僕も一部書いてるんですけれども、すごくもう確立されているんですね。であとデータ数、再利用するデータ数っていうのもNGS がどんどん増えてきたとはいえ、まだまだこっちの方が多いので、自分の欲しいデータがマイクロアレイであれば、こういうのも使うのもいいんじゃないかなと。こういうふうに少ないし、出てくるデータも結局こういう、Excel で開ける、こういうスプレッドシート型のものだし、ちょっと古いパソコンでも、Excel2003 でも開けますよと。で、コマンドラインとかさっき、朝やりましたけど、ああいうのは特に使わなくても全部できちゃうのがこのマイクロアレイの解析だったんで、特にそういうので嫌がらずに使ってくれるといいなと。僕も割とこれは今でも使ってるんですけれども、やれます。で、この比較をやれっていうのが、比較が好きな人が多いので、僕がなりにこれ比較図作ってるんですけど、マイクロアレイをやるときと NGS で RNSec やるときのこう違いを見てるんですけど、解析ソフトという点ではどっちもだいたいいい感じにあるし、遺伝子のアノテーションというのも両方とも必要、解析ソフトどっちも必要って意味か、これごめんなさい、絶対必要ですよ、なしには無理よっていう意味です。プラスが多いほどそうですよ。で、マイクロアレイの場合はゲノムのアノテーション、ゲノム上のどこにあったかっていうのはほとんどてか全く意識しないで使えるんですけれども、NGS の場合は割と意識して使わないといけないし、ゲノム配列も当然いるし、コマンドライン操作ももちろん NGS の方がいるし、計算機パワーはもっといると。だから結構必要なものは多くて、コンピューターインテンシブなやはり手法なので、割とそれを覚悟してやるんならいいとは思うんですけど、やっぱりみんななんか新しい方を使いたいなとか言って、こっちになんか使うんですけど、この辺で特にこの辺で、あとこの辺で詰まってらっしゃいます。まだ終わってないのか。じゃあ説明するか。で、これマイクロアレイの場合は2つの、もちろんさっき RMA って話しましたけど、2つの状態の発現の差っていうのを傾向で見たスキャナーで読み取ったそのインテンシティの差で見てる差を見て差分で解析してきましたけど、マイクロアレイの場合はこの RPKMっていう値を使うことが多いです。これはリードパーキロベースパーミリオンマップドリーズって言って、これですね、100万リードがその遺伝子にマップされたときに、転写産物を、1キロベースだというふうにしたときのマップされたリード数、よくわかんないかもしれないですけど、要するにどれぐらいのリードがその遺伝子にマップされるかというのがを、遺伝子の長さってそれぞれ違うけど、それを同じだとした時のリード数っていうので昔から使われてきてて、それ以外に FPKM っていうのを今から使うんですけど、その FPKM っていうのはあれですね、フラグメントになったやつっていうことで、だから遺伝子単位というよりは それぞれ転写単位っていうふうにされたもの単位でこう計算するよという、ものです。なんかこの辺に関してはまだいろいろこの値がいい、あの値がいいっていろいろ言ってる人がいるんですけど、
まあ、普通にそのカフリンクスとかで使うのはこの FPKM みたいなので、まあ、FPKM で計算してれば僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、マイクロアレンの時のノーマライズ方法の、宗教戦争と一緒で、いろいろまだ揉めてます。まだ終わんない。終わりました。皆さん終わりました。まだ僕終わったようですが、まだ終わってないって人、まだいるか。ちょっとそれはけどコンピューターに性能に問題がないはずなので、もうちょっと待てば終わるはずなんで、はい、まあじゃあもうちょっと説明してよか。あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあさっきから僕らデータ解析本出しますよって話してるんですけど、マイクロアレイをもし今からやるっていう人だったら、こういう私が昔から一緒に研究してきた二階堂さんという方が書かれたこの次世代シーケンス解析スタンダードという本が、すでに去年かな出てますので、こういうのを参考にされるといいんじゃない、いろんなNGS の応用とかが書かれた日本語の本としたらいいんじゃないかなというふうに思います。でその二階堂さんなんかが結構そのさっきで言うとこの上流の方の解析なんかの手法を、自分のブログで書いてくれてて、しかもこのアジャックスのシリーズの講習会で、東北大の方でその RNSEC っていうのとチップSECっていうのをすごい時間かけてですね講習してくれたんですね。もう2年ぐらい、2、3年前で、それが全部、公開されてますので、このうちのアジャックスですね、東郷テレビからも公開されてますので、そういうのを、まあ、見ると彼のやり方が分かるかなと。ちょっとなんかエラー出てるみたいです、ね、エラー出てる、みんな同じエラーです。僕もなんです。あ、そうですか。僕終わり、そう、あ、なんでだろう、エラー出てないです。出てないです。カフが、ね、できてない、そうですかね、警告なだけですけどね。あ、出てますね。これ警告なだけですか。エラー出てるかな。インデックスエラーって出てる人がいたんですか。人間世代、IO エラーって出てる人がいたんですか。IO エラーってことはでもやっぱり書き込みですね。みんなで一斉にやったからですね、ちょっとね。ですかね。じゃあ、最初に書けたボーノさんだけで書いた。あ、そう。あとみんなで、そっか、みんなで書き込んだから。だと思う。ですね。エラーで。そうです。リスク IO が全員出て、多分同時に書けたから、あ、そうですか、すいません。じゃあ、やっぱりここでも無理だったから、すいません。じゃあ、じゃあ、ちょっと、まあ、やるんで見ててください、ここから。はい。できた人は、自分でやってみてください。多分同時じゃなかったらできると思うんですけど、そうですね。あともうちょっとなんですけど、まあ、じゃあ、とりあえず、ここまでやったんですけど、でこれやるとこのオブジェクトが何だったかっていうのをカーフっていうのをやると、あれ、出ない、あ、出ました。ごめん、ちょっと重いみたいですね。でこれでカーフってやると、そのオブジェクトがどんなんだったかっていうので、遺伝子が、サンプルが6個で遺伝子が54467でっていうふうに、こんなふうに、でアイソフォームの数がこれぐらいあってとか、転写開始 TSS やトランスクリプションスタートサイトっていうのはこれぐらいあってって、こういうふうな解析された結果がまず見えると。でこれからがまあ面白いんですけど、これでこの発現密度 分布のプロットとかいうのはこういうふうなんで、R の中で簡単にできます。これですね、これを電数ってこの CS デンシティっていう関数でできます。これをこう実行して、確かにでも相当重くなってますね、電数。こうやると、ここに出ます。これがそうで、こんな感じに各サンプルごとに、これ横軸がさっき言ったその発現の値の FPKM 値なんですけど、FPKM 値のログだから、0でだから0で1になってるんですけど、ここの1を境にしてどんな風に分布しているかというのが各
サンプルごとにどんな分布があるかというのは色ごとにこう表示されるというこういうふうな分布が見えます。あと、まあ、いろいろできるんですけど、まあ、そういうのがどんなのができるかというのをこっちで、まあ、見てみると、これはそうですね、サンプル方向にデンドログラムを書きましょうというのが、まあ、さっきやってた階層的クラスタリングに似てるんですけど、こういうのでやると、こんなふうに各サンプルごとの、全員でまたやっと同じなので、全員やったら、そうです、順番にやってくれる、前2列目とか、次って順番にやってくれる。それでは、こっちから順にやっていきます。うん、じゃあ、この列の人で、じゃあ、失敗してた人は、やってください。はい。はい。履歴をやるときには、この矢印を上でやると、こう、たどれます。それで、リード確認クスですね。これだ。これを選んでやっていただくと。で、それでリターンってあ、出ます出ます。そうです。やっぱりいっぺんに合わせてたけど、だから順番にこうやってたで、読み込んじゃなかったらローカルなと思って、あ計算が終わってるんですけど、だから今この列をこれけど、ローカルっていや、でもみんな中井さんのところ見に行ってんじゃないんですよ。これデスクトップを見てるんですよ。うん、じゃないんです。それをやると中井さんのパブリックは目かけないので、やめたんです、実はこれ。あ、でもみんなできてるんで、ちょっともう一回打ってもらって。そうですね、今どんどんここまでできてます。今やっぱり右のところで こういうふうに出てきたらいいんですけど。じゃあ次こっち行きます。うまくいってなかったらこの列の方リードカフリンクスのこれを、あ、こっちか、できた。はい、できた人はもうもうじゃないよ、このテキストにあるようにやってみてください。この発言密度プロットとかサンプル方向のデンドグラムとかやってみてください。そうするとこういう、これはデンドログラムですけど、こういうのが出てくると思います。はい、ありがとうございます。ちょっとかかるんですけれども、まあこれぐらい、この6つのサンプルだけでもこんな感じで、ちょっと非常に重いと。で、まあこれで何がわかるかというと、そのこの各サンプルごとのこの、発言のパターンの近さですね。まあそういうのが、まあこういうので簡単にわかるというのが、まあこれのいい。じゃあこれで使ったデータ、これ R の中であって外には持っていけない、 Excel で見たいというふうに思うと思うので、 Excel で見るような方法はここにあるように CSV コンマ区切りの形式で FPKM 値を出力するということができます。これはまあこういう2行打つことで FPKM.CSV っていうファイルで出力するということができます。まあ、これもまあまあ、やってみましょうか。これでコピーして、で、でこちらでうまくいかなかった方、順次やってください。こちらの方も、はい、カフがうまくいかなかった方は
やっていただけるとありがたいです。でこれで2行目をやるとこの fpkm.csv というファイルに今の結果がですね出てます。でそれはこれで開いて1個上か、ここに、はい、できてますね。これです。これを、ダブルクリックすると、Excel、さっき Excel 入ってなかったって聞いたような気がするんですけど、Excel じゃないのね。まあ、Excel ですね。Excel に、こんなふうに、遺伝子と、あとそのサンプルごとの、これ FPKM 値ってですね、0っていうのは発現してなかったってやつですけど、こういうふうな形で、ザーッと。遺伝子の発現がこうデータとして外にアウトプットされる、そんな形になってます。それがまあこのセクションで言いたいことだったんですが、じゃあもっとどんなことできるんですかって僕に聞かれるんですけど、僕もあんま知らないのでマニュアルを一緒に読みましょうってことで、マニュアル読むときにはこれハテナって前につけてその関数名とかパッケージ名を入れるといいです。例えばハテナかまあバンドってやるとここに、カマーバンドでどんなことができるかというふうなのがザーッと書かれます。ですけどこれだけ見てもなかなか試すの大変ですよね。大変そうですよね。じゃあこれどうやったらもっと簡単に探せるのかなってみんな思うと思うので、そのための方法を最後に言って終わりにしたいと思います。それはこの R グラフィカルマニュアルっていうので、私遺伝研に働いているところの同じ階にいる小笠原さんという、小笠原治さんってこれ多分読むんですけど、僕らはリーさんって読むんですけど、彼が作っているサイトが非常に便利です。それが R グラフィカルマニュアルっていうもの。これもちょっとリンクで開くとなんか落ちてますね。ちょっとできないな。なんか遺伝研の多分停電で死んでるんですね。困ったな。すみません。ちょっと今は一時的にできないようです。ミラーとかないよね、まさか。本当はここで検索して見せれたんですけど、見せれないので、で、これが何がいいかっていうと、マニュアルこうやって読むのが大変なんですけど、このグラフィカルマニュアルっていうのは、この R で、この例、可視化が出ましたよね、さっきとか。こういうグラフです。こういうグラフですっていうのが表示してくれて、じゃあそのグラフを書いた構造はどんなんでしたかっていうふうなのは見えるんです。で、R の特徴として、ただ関数がこう提供されてるだけじゃなくて、必ずデータセット、それを動かすためのデータセットも一緒に登録されてるんですね。で、そのデータセットを使って、こういう関数がグラフが可視化できるよっていうのがなってて、それを全て彼は実行してですね、その実行した結果を保存しておいて、検索できると。で、どう検索するかというと、それは、まあ、マニュアルとかのテキスト文字で検索するんだけど、それがこうザーッと Google の画像検索みたいなのが出てきて、それがこういう可視化が欲しいっていうのをクリックして、じゃあこの可視化の使い方どうだったかなっていうのをこう見に行くというようなことがこれではちょっとできるんです。これはすいません、遺伝研の停電のせいですから、本当に落ちてるようです。だからこれちょっとできません、今。申し訳ございません。で、この R グラフィカルマニュアルっていうのを起動して、そこでカマーバンドっていうのを検索すると、カマーバンドでどんな可視化が作れるかっていうのがザーッと本当は出たんですけど、ちょっとないので、すいません、ここで終わりになっちゃうんですけど、まあそういうので、ちょっとこれ、来週帰ったら言っときますので、来週以降に治ると思いますので、よろしくお願いします。その時以降にやってください。まあ、これは R の、そのいろんなパッケージを、そういう、図を書いた結果から検索できるというすごいサービス、いいサービスなんで、僕なんかもどういう図を作ろうかなという時にはこれをよく使ってます。ので、ぜひこれを使ってくれるといいなというふうに思います。で、ちょっと最後に、最後のメッセージをちょっと。宿題じゃない、お家に持って帰ってほしいメッセージっていうのを、言おうと思ってて、で僕こんなことをずっとやってるんですけれども、ちょっと自分 の写真でこっぱずかしいんですけど、ネイチャーダイジェストの今年の1月号に、こういうインタビュー記事が載りました。
誰もがバイオインフォマティシャンの時代というので書いてて、まあ、これラボに帰ってバックナンバー見ていただくと多分出てますから、23ページです。出てます。でこれからは生物学者自身がデータ解析する時代なんですということで、インタビューを、あと僕以外に僕 の, 同僚たち、合計4人ぐらいでこうインタビューをもう されました。もう言いたいことは僕はこれで、まあ、これに関するインタビューが4ページぐらいで載ってます。それでさっきとこれもしつこいんですけれども、そのこれから生物学者がデータ解析する時代なんで、ぜひ皆さんも教習、今日もこれ教習ですね、2日間の教習を受けて、まあ、自動車と一緒です、教習を受けてこれである程度できるようになったと思いますので、ぜひこれから自分のデータ解析どんどんやってほしいんですけれども、データ解析やるのに本がなかったって言われてたので、それを作ろうっていうのを清水さんと去年の12月ぐらいから進めてて、それがようやく、出そうなので、ぜひ出たら見てください。まあ来月ですね、はい、こんな名前のどこか、次世代ドライ解析本、次世代ドライ解析教本ってやつですね。これ外に出すの初めてです、実は今日。まあ昨日清水先生出してくれたんで2回目ですけど、まあそういうふうなのでやりますので、ぜひ自分でデータ解析するようになってください。なんでかというと、やっぱそのデータ解析してくれるような人ってもういませんので、てかそういうデータ解析今までやってくれたような人は自分他のデータ解析でもう手一杯なので、自分でやるようになって、ください。中井先生もそう言ってたと思うんですけど、彼もそういうふうになってきたと思うんですけど、またこれがそういうブームが、自分でやるっていう時代が来てて、今日今やったみたいにみんなでやったらこう、ファイルシステコンピューターのシステムを落とせてしまうぐらい、これドス攻撃ですけど、そういうふうにできるぐらいデータ量が多いんですね。多いなので、僕一人だったら絶対分からなかったようなことがみんなでやって、このサイズのカマーバンドのみんなで一気にやると落ちるっていうのも、これも事例としてインシデントなんで、非常にいい経験をさせていただきました。今日は2日間お疲れ様でした。どうもありがとうございます。河野先生どうもありがとうございました。まあ、大体これで予定の時間でなんかうまく河野さんを収めてくださったんですけども、何か質問があれば。はい、はい、質問、自分の解析のやつとかも今やっててお困りのこととか、いい機会なので私で答えれる範囲でお答えしますので、今これみんなの前で多分言いづらいと思うので、終わった後にちょろっと来ていただくといいかな。はい、それでも構わないです、はい。あと一つ、そうだ、言い忘れた。で、今遺伝研がちょっと死んでますって言ったんですけど、遺伝研の方で皆さん誰でも生命科学者の人が自由にというか研究目的で使えるスパコンを用意してて、まあ、誰でも使えるんですね。もちろんこの弘前大門コンピューターがあって皆さんで共有で使えるんだと思うんですけど、そういう解析、大きな NGS の解析、さっき僕が言ってた部分で上流の方の解析なんていうのは自分のところではとてもできないよっていうんだったら、この遺伝研の方でそういうサービスも用意してますし、自分でコマンドラインで叩いてできるっていうようなことがスパコンを用意しているので、そのスパコンの資料とあと DDBJ にデータを登録するときなんかの関連資料がちょっと少ないんですけど、何部かあちらの方で出口 の受付の方で用意してあるので、早いもん順で取って書いていただけると思いいいと思います。はい、補足そんな感じ。はい、ありがとうございました。